え、これさ、太鼓やる人じゃない？太鼓だったじゃない？あれ？え、ちょっとどう？ちょっと居酒屋の出す体育祭の女子のハチマキパターンはやったらどうなの？今のどう？もっとクールポコ。あ、ぽい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 。合ってます？え、なんかさ、エナビア様になってんだよね。なってないよ。みんななってない。みんな様にはなってないじゃないですか。でもさ、可愛くしちゃおうよ。もう昔こういうさ、やつあったよな。あったあったあった。最近流行ってるおうち居酒屋の開店したいと思います。今日はいろいろ作っていきたいと思います。まあ見ててやん。皆さんお察しの通り、食べるパート次に来ますから、はい、今日は作るだけ。作るだけです。まず何から作ればいいんだ、うちらは。でもジャガポテジャガジャガバタジャガポテトジャガポテトジャガーをやっていきます。あ、これ何があったか説明すると、卵が割れまして、そうそうそう、今日もね、体にいい卵を買いたいんですけど、はい、打ち割れまして、あの、はい、その中が卵地獄。そうなんです。でも卵何に使うかって言ったら、あとでだし巻き卵を作るんですよ。だからちょうどいいっていうこと、割れてる。そう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 。逆に手間を省いて、省きました。でも今洗ってる手間がかかりました。どっちかのジャガバターって多分これチンでいける。チンでいける系だよね、絶対に、うん、だからさ、そんなものは皮とか剥くのかな。いや、だから剥いて蒸すみたいな感じ。え、待って、皮とか剥くのかな、もしかしたら。剥いてラップしてチンじゃないかも。じゃあピーラーかな。じゃあいや、あれですよ、皆さん、ジャガイモの芽っていうのは毒ですからね。台風の目とジャガイモの目だけは危ねえって。いや、台風の目は安全です。台風の目のとこだけは安全です。あの、ジャガバターを作るんだとしたら、先に、はい、ベーコンはカリカリに焼いて入れろって言ってました。じゃあうちベーコン切って炒めろってことね、うん、そういうことだと思います。探せ菜箸を、はいはい、この世のすべてに置いてきた。はい、あった。で、じゃあまず、うん、ジャガイモ。ちょっと敵が悪いから、本当に敵が悪いから。っていうか、マジ今回何作るの分かってないもん、自分が。そう、なんか買う時ももう行ったり来たりしすぎて、何作るんだろう、そうそうそう、今日みたいな。じゃあさ、材料を分けようよ。あ、これはポテトサラダ。うわ、明太子買ってくればよかった。あー、ねん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 。だし巻きを明太卵だし麺、うまいよ。まあしょうがないよね。うちんちにあるけど、今ちょうど明太子。ちょっと待って、はい、ないです。じゃあ分けといて。はい、うちは NP 賞取っとくわ。今日も明日もここに立ち続け、同じセリフを話し続ける、風を待ちながら。じゃあさ、もう盛り付けるとかね。でも温めたい、温めたいから、温めるものは最後にバババって温めて、熱々でいきたいって。ちょっと置いといて、はい、アヒージョやっちゃう。え、なんで。もう下手すぎてよ。4機械これなんだ。完成するっていくのかな。なんかさ、今回全然わかんない。でも卵あれが開かないと無理だから。じゃがいも、じゃがいも、じゃがいもできた。もうあっちあっちな。見て、触って、何かもう。じゃがいもいけんの。じゃがいも死ぬかも。でもうち絶対いける。じゃがいもって絶対ふかせんの、電子レンジで。確かに焼き芋、じゃがいもでやったかも。キュウリも切っとかないと、じゃがいも用に。うちね、今日一回もポテトサラダって言ってないの知ってる。
忘れた。今考える料理動画でチンクがどうどうなんで、いやもうチンクがないとおもなかだから。誰も、ねね、体にいいラン、どこ行った、体にいいラン、さ、どこ行ったラン、あ、こいつですもんね。え、こいつが今から処刑されるから、今から卵処刑するから。言い方よ、本当にさ。先生、はい、水方先生、え、取れてる、びっくりした、取れてる取れてる。じゃちょっと開けたい。今のカノくんだったよね、うちらの。ね、なんかナチュラルにナチュラルにカノくんだった。何の悪さもしてないで、カノくん。ねえ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 、ジャイアント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 ってジャイアンっぽくない。勝手にそれでジャイアンって呼ばないで。え、じゃあこれじゃないの。ねえねえねえ、ソフィーの真似して、ソフィーの真似してみて今。え、ソフィーっぽい服だ。行ってはダメ、ここにいて。はいはい。でもさ、美味しそうです。これで一回食べてみよう。うん、おいしい、好き。うん、何これ、え、うまっ、え、うまい。ちょっと、もうちょっと塩くてもいいと思う、ね、高っ。待って、高っ、待って、待って、高って何、これお酒だ、待ってて。あ、お酒も落としたった、最悪、お酒も落としたった、うまっ。温めて、あんた。もうおにぎり、おにぎりだから握って。もうちくしょう。わ、なんかでもさ、楽しくなってきたよ。え、楽しい、なんか居酒屋感出てきたね。せーの、はい、だし巻き一丁。いいよ。続いてアヒージョ。はい、枝豆一丁。わーわー。俺らのやり方でーわー。やっぱうちね、手取りする前だけあるんだよね。あ、そういうこと。お弁当、お弁当です。あ、でもいいよ。やだやだ、いやいやいや、いいよ。でもいいよ、いいよ。お料理は完成しました、はい、イエーイ、イエーイ。あと、おうち居酒屋って言えば、あのみんながやってるお酒、なんか、書くじゃん、うん、あれがいいな。欲望が怖い。なに、で、プロレスでこう、ボード持ってくるお姉さん。いや、ガリガリ君がさっき溶けて大変なことになったんですよ。ちょっと待って、やばい、知ってるガリガリくんじゃない。そう、なんかゴリゴリくんぐらいになってるかも。ちょっと、いけるいける、黒子の帽子みたいになってるやん。いけるいける、わ、いいかも。美味しそう。え、完成した、完成した、よっしゃー。ということで、次回お客さんとして来店編を見てください。いいよ。はい、ということで、こんな感じで、はい、あの、いろいろ出来上がりましたので、ぜひ、次の動画で、お客さんとして、皆さんも、居酒屋むくえなに、お越しください。